コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、開封動画を撮りたいと思います。今回開封するのはね、こちら、はい、じゃじゃん、トレーディング白目に色紙ということでね、呪術廻戦ゼロのこういう白押しが入ったミニ色紙、はい、こちらが、5枚ですね、はい、5枚入ってます。そしてこちら、はい、呪術廻戦ゼロデコレーション缶バッジですね、はい、こちらも5個、はい、それぞれ5個5個を買いました、はい、でジャンプショップで購入したんですが、本日届きましたんでね、開封させていただきたいと思います。ではまずね、どっちから行こうかな、はい、白をこっちから行こう、こっちから行こう、はい、トレーディング白ミニ色紙、こちらから開封していきたいと思います。はい、ではね、1枚目、早速いきます。あ、一応狙いを言いましょう。はい、一応この中では、まあ、五条先生この2枚は欲しいんですけれども、あとこの乙骨とリカちゃんね、この2枚が欲しいですね。はい、この4種類狙いでいきたいと思います。はい、あ、一応ノーマル仕様と白押し、あ、全部白ってわけじゃないんだね。はい、今気づきました。ノーマルが5種、白が5種っていうことですね。あ、なるほど、ノーマル仕様がこっちってことか。あー、なるほど、で白がこう。あ、なるほど、今知りました。じゃあ全部白の、白が当たりだね。はい、白狙いでいきますわ。白だったらもうどれでもいいっすわ。では早速いきます。白来い、せーの。あ、これ白じゃない、これノーマルじゃないよね、これ。金ピカピンだぜ、これは白です。白、ん、白ですよね、はい、白です、はい。よし、きっと乙骨、乙骨の白、めっちゃキラキラしてる。ことのほかすげえキラキラしてた。あ、全部が白なんだね。なんか名前とか一部かと思ったら、これ全部白なんだ。ああ、なるほど、こういう感じなんだね。はい、当たりですわ。はい、はい、では2枚目いきます。せーの。あれ、これも白ですよね。あれ、白ですね。これだもんね、白押し。あ、これも白だ。あ、これを、これ、あ、なるほどね。あ、こっちは片言になったけど、あの文字ですね、文字が白になってる。うん、人物は違うけど文字が白。おお、これいいね。イラスト的にも五条先生いるし、乙骨いるし、俺2連チャンで白だよ。やったね、当たり。はい、はい、では3枚目いきます。せーの。あ、これはノーマルですね。はい、これはノーマルです。はい、ノーマルもなんか反射してるからよく分かんなかったけど、うん、これは白が入ってないね、うん、ただ反射してテカってるだけです。でもノーマルの五条先生、よし、いいですよ。全部当たりじゃないか、これ今んとこ。4枚目いきます。せーの。あ、ノーマルの方の乙骨とリカちゃん。もうこのイラストいいよな、このイラストかっこいいわ。はい、これ、うん、このねデザインのやっぱ白欲しいな、これ欲しいわ。はい、もうでも今んとこ欲しいと思ったやつが来てるね、やばいね。はい、ではミニ色紙ラスト1枚、頼む乙骨とリカちゃん、白押し来てくれ。せーの。あれ、あ、持ってないよね。あ、乙骨のノーマルですね。乙骨のノーマル。
こっちが、こっちが白で、こっちがノーマル。あ、そもそものあの、スケールが違うね。うん。こっちはもう上半身しか映ってないけど、こっちは刀の部分とか下半身も見えてるもんね。あ、そもそものデザインが違うわ。うん。はい。はい。続いてね、こちらのデコレーション缶バッジ。こちらを開封したいと思います。デコレーションと言いながらこっちもまた違いましたね。デコレーション仕様とマット仕様に分かれてます。マット仕様がどういう感じなのかにもよるけれども、まあできればデコレーションの方がいいかな。うん、まあ、狙いはお骨リカちゃんとやっぱ校長先生だね。はい、まあ、狙いは変わらずですね。はい、デザイン的にも変わんないですね、色紙と。はい、はい、では早速1個目いきます。せーの。あ、おすげー、わからないようになってるすげーフェイントだぜ。はい、ではいきます。せーの。あ、ゲート、あ、これマット仕様だ。あ、なるほどね。うん、艶消しになってるわ。艶がない。うん。あ、これがマット仕様なんだね。ゲートでしたね。はい。なるほど。マット仕様か。やっぱ白の方がいいな。デコレーションか。デコレーションの方がいいな。はい。では、2枚目、2個目いきます。せーの。あー、マットだ。マットな五条先生。五条先生だからいいね、いっか。うん、マットでも五条先生だからね。はい。はい、続いて3個目。いきます。せーの。あー、マット骨。あれ、マット連チャンなんですけど、デコレーション出にくいんちゃう、もしかしてこれまあ、マットもいいけど、やっぱデコレーション見たいよな。はい、マット骨。はい、では4個目いきます。せーの。あー、来たよ、デコレーション。これがやっぱデコ、いや全然いいな、こっちの方が。もう全然ここがさ、もう名前の部分がなんか浮き出てる感じでかっこいいんだよな。いや、これいいわ。全然ちゃうやん。うわぁ、デコレーションの方がいい。はい、デコレーション乙骨。いいじゃん、これかっこいい。はい、ラストとなりました。ラスト1個、頼む、デコレーションのお骨リカちゃん、学校上先生、来てください、お願いします。せーの。お、これ来たよ、来ましたね、デコレーションのお骨とリカちゃん来ました。名前のところがね、すごいシルバーに輝いてますよ。うわ、これいいわ。浮き出てる感じがしてるもんね。うん、銀の枠が入ってて、いや、これいいね、かっこいいわ。この絵、イラスト自体はね、うん、マットなんだけど、マットに銀縁で縁取られてるんで、すごいいい、これ。お、最後の最後で来てくれた、欲しいの。はい、といった感じでね、今回は呪術廻戦ゼロ、はい、そちらからね、ジャンプショップの方でね、オンラインで購入したものが届いたんで、そちらを開封させていただきました。はい、皆さんもね、うん、こちらの方買われましたかね。
まあ、ジャンプショップ行けば売ってるかと思います。はい。とりあえずね、今回はこの辺で終わりたいと思います。この機会にぜひね、チャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。